国会議事堂広島臨時仮議事堂広島臨時仮議事堂はかつて広島県広島市にあった仮設の国会議事堂日清戦争開始に伴い臨時首都となった広島で帝国議会が開催されることになりその際に市中心部に建てられた設計者は妻木より中設計から春工までほぼ20日間という特管工事で作られた 東京以外に唯一作られた国会議事堂である。議会終了後議事堂は撤去され、現存していない。1930年頃の広島市地図。地図中央上に西連平城と憲兵隊が右上に広島駅、右下に宇治河口がある。1894年7月日清戦争勃発。当時山陽鉄道は広島駅が生誕であったこと。 第五師団の拠点があったこと、宇品港が事実上軍港として整備されていたことから、広島が臨戦地となり、大本営が置かれた。明治天皇及び政府高官も移ってきたことから、事実上首都として機能し、帝国議会を広島で開くことになった。同年9月22日に交付された証書により急遽、決定したもので、議員招集日も決定していた。 伊藤博文首相は、鍋島強し広島県知事に、議事堂候補を調べる、要指示。鍋島はその中で過去に、仮の県庁舎として用いたことがある寺町の仏、つ、森寺を調査し、議事堂として利用するには手狭であると、報告、結果新しく議事堂を建設することが決定した。中根主一貴族院及び、水野従う衆議院の、両初期官長が加わった、協議の結果、 広島市の中心部である西連平城の南東端の憲兵本部前、現在の中区基地を中国電力元町ビル敷地に設けられることが決定した。この地はもともと広島城の南東端の外堀近くにあたり、廃藩地県五城の本丸に広島賃代の地代五師団が置かれた際に、城の南側にあたる、この一帯は連平城として整備された場所である。 同年10月14日、仮設議事堂竣工、翌日である同年10月15日議員招集、同年10月18日第7回、帝国議会開会、会期は4日間、臨時軍事費予算案などが組まれた。その後日新戦争は、勝利に終え、明治天皇は1895年4月27日、東京へ戻っていった。その後は、陸軍予備病院、 第五師団司令部、広島陸軍地方幼年学校開校に、最初の仮校舎など、点々と陸軍の仮施設として用いられた後、1898年に取り壊されている。広島城本丸に置かれた、広島大本営クリップ妻木きより中設計及び、思考管理者は、妻木きより中内務将棋士、その助手として、大迫直介、田尻正太郎。 湯川わさんの技士3人がついた。志向者は、向きの移行により、地元広島の大工が用いられ、最終的には1000人近くの大工が参加している。建材に関しても、向きの移行によりほぼ、広島のものが採用された。西側を正面とし、車寄せを持つ玄関が、中央に張り出し、切り妻作り板武器の右に、貴族院、左に、衆議院と両議場を廃止。 背面に便電を置き、玄関から便電まで通路で結ばれ、それを軸に左右線対称に配置されている。通路に沿って、各事務室が置かれ最高のため、中庭が4つ作られている。正面玄関とは別に、両議場に傍聴人用の入り口がつく。平面図。記号は、左参照。ほぼ20日間で仕上げなければならなかった、官庁営繕事業であることに加え、 当時国内にある建築物としては最大級のものを用語屋の知識が全国に普及する過渡期の中での地方の大工によって建てなければならないという困難な状況下で工事が行われた。この中で、妻木はいくつか工夫を凝らしており、下記、妻木は後にこの功績により除勲を受けている。ただ、このような仮設構造の上、議事堂の近くには群馬がおり、 議事堂内で執務する職員や即記者は、ハエの襲来に悩まされたという逸話が残っている。撤去された後は、再び西連平城として用いられた。1945年広島市への原子爆弾投下によって周辺は壊滅的な被害を受ける。戦後の都市開発により、現在はビルが立ち並ぶ。唯一の目印として、中国電力元町ビルの正面入り口付近に、 広島臨時帝国議会議事堂後日が経っている。また、仮議事堂が取り壊される際に、便殿だけは七山に移設され戦前の観光名所となった。これも1945年被爆により壊滅したことから当時のものは全く残っていないことになる。ありがとうございます。